群馬県立沼田高等学校は、群馬県沼田市に所在する県立高等学校。沼田家の通称で呼ばれている。1897年に、群馬県人城中学校とね文校として開校。その歴史の長さは、県下の公立高校としては、群馬県立前橋高等学校に次ぐ伝統校。2000年度より、自然科学分野で活躍する生徒を養成するため、 数理科学コースが設置されている。生徒は、全日制は男子のみ、定時制は男女となっている。制服は、黒がクラン、学帽も存在していた。学食も設置されている。校歌のメロディーのほぼ、すべて、及び歌詞の一部の言い回しが、静岡県立掛川西高等学校のものと、告示している。これは、旧制掛川中で、 国間教師をしていた岩崎幹事教諭がその後、道沼田中で校歌の制定に携わったためと伝えられている。また、以下のようにも伝えられている。大正9年10月30日に校歌を一般生徒から募集することが発表された。工芸新聞は次のように報じている。校歌の募集を発表した沼中利根郡沼田町、県立沼田中学校にては、 報読式後、生徒自ら選びたる、収容の特目を発表し、これを実践休校すべき旨の先生式を行い、かつその特目を標準として、効果を策定すべき旨を発表したり、右特目は、新種勤勉、和親共同、出実合憲の3項目にしていずれも、直後の趣旨に恐怖べきものなり、効果は、生徒の創作を募集する、はず、略、 大正12年、梅田三郎校長の時に歌詞を生徒から募集し、何点かの応募作の中から、当時、国間の教師であった岩崎幹二先生が選択し、保筆して生まれた指定のが作である。現在歌われている歌詞は、戦後、一部変更されたものであり、制定年月日は定かではない。作曲者は不詳である。 新主勤弁は新共同出実合憲この他に、沼田高校のシンボルである五条の鐘に記された、儒教で知られる、五条の教えの、ひとし、ぎ、れい、し、を基本にした教育が行われている。毎年全日制は9月、定時制は6.12月頃に、全学年クラス対抗のクラスマッチが行われる。スポーツなどで競い合い、一部競技を除いて、 教員も参加する。多摩数年に文化祭である沼高祭りが行われ、各クラスが工夫を凝らした仮想行列や出し物、クラス対抗での歌唱力コンテストやミスターミスコンテストが行われる。また、仮想行列とクラスの出し物には人気投票があり、来校者たちが投票を行う。沼高祭りの間は、校門前には、 文化祭のテーマにのっとった大看板が設置される。毎回多くの人が訪れる。奇数年に群馬県立渋川高等学校とスポーツやリバーシ、将棋などで対戦する定期戦が行われている。前哨戦として実行委員、職員戦がある。会場は沼田高校、渋川高校の2カ所で同時にそれぞれの場所で競技が行われる。 修学旅行は沖縄旅行が行われている。政治、行政、思想、社会運動地方主張経済学術文化、芸術、芸能スポーツ農業、アグリビジネス学校教育その他 JR 上越線、沼田駅より関越交通バスで7分、または徒歩で25分。ありがとうございます。